Hello everyone, my name is Angela, or HS Killjam, but you could just call me Killjam. Today we'll be continuing some more Genshin Impact. Now, I have yet to edit the last recording of Genshin that I did. It's quite long. And, I'm a bit lazy right now, basically. But, we're gonna be taking a pause from doing this stuff to doing the event. The Liyue event. So how are you all doing? I ask as if I'm gonna get a response. Like now. I don't know. Maybe put in the comments how your day is going so far. Rant maybe. Or something like that. Just, you know, follow the YouTube rules. I'm interested to hear from you guys. Recently, I got a organizer for my desk. It's a simple thing, really, but I like it. I like it a lot. It's a small thing to make big changes, you know? まずシャンリンを探しに行って。あれ、勝利？こんな時間にこんなところでどうしたんだ？ん？それは俺のセリフだ。ここで 2人 に会えるとは縁があるな。息災だったか？以前に比べて 顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け、収穫し続けるのはやはりいいことなのだろう。何のことはない。そういえば、勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか。この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった？ちょうどいい季節だからな。 計作草あたりまで散策でもして、宝月の竹の子を取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え？宝月の竹の子？普通の竹の子じゃダメなのか？あ、おいらわかったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。こだわりが強い勝利のこと。 宝月の竹の子の肉質は柔らかでえぐみがない。普通の竹の子では貝が効かないとか言うつもりだろう。パイモンは賢いな。俺のことをよく分かっている。もうじき仮説だ。竹の子以外にも同種から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか？ 友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのかは決めてなかったけど、一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。 Man, I want to try that so bad now. It sounds so good. お前、わざとだろ。おいらたちがその口車に乗せられて、お前のために使いっぱしりでタケノコを取ってくるとでも思ったか。ん？元より宝月のタケノコがうまいのは事実だが。 確かに、一走りの甲斐があるビジと言える。いいだろう。二人にお願いするとしよう。ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かる。
I apologize if you can hear some noise in the background. There's something going on upstairs again, and I'm blaming my brother for this. 解凍祭期間中、町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば、自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは、所詮、花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方が、その意義はよりはっきりしたものになるだろう。勝利はそのまま散歩しててくれ。オイラたちは先に行くぞ。ああ、気をつけて。All right, let's go get some bamboo shoots. Now, when it comes to the Lantherite stuff in Genshin, I wasn't able to experience the first act. Alright, before I was cut off by a wild boar that ran into me, I never got to experience the first Lantherite Fest. However, I was able to experience the one after it. ついてこいなんて言ってない。Yo! ちゃんと見えてる？水は飲んでいない？ Yo! Who is this fancy guy? 落ち着いたよ。ありがとう。びっくりしたぞ。無事でよかったぜ。助けたのはこっちの女の子？ねえねたちにおじちゃん、こんにちは。ヨーヨと申します。おお、なんかめちゃくちゃ礼儀正しい女の子だぞ。オイラはパイモン、こっちは旅人だ。私はドボルザーク、フォンテーヌから来た音楽家だ。石門の方にある道に沿って。リーウェ港まで行こうと思っていたんだが、ここの綺麗な風景に酔ってしまってね。いつの間にか道、さっきも滝に目を奪われて足を踏み外したんだ。もしこの気にしないで、ドボルザークおじちゃん。Does this dude cannot swim? でも滝から飛んでくる水は石造りの路面を滑りやすくするから、確かにこれからはなるべく見知らぬ環境で考え事、足元に気をつけるってことが。ああ、君。遠慮しなくていいよ。ヨーヨはリーユへの人間だから、各地から、もしまだ道を急ぐんだったら、ヨーヨのカバンに、まだ何個かハスの花パイが入ってるから。この子めちゃくちゃ気が利くぞ。オイラの分まであるじゃない。遠慮しないで。本当に美味しいぞ。食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんが、ほら、めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。いやいや、パイモン。リーユへの精神、ドボルザ。いやいや、とても美味しいよ。モンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだが、そいつのあんは肉だった。このハスの花パイ、故郷の味となると。というとドボル。ああ、私はイリデッセンスツアーの主催者の一人なんだ。イリデッセンスツアー？イリデッセンスツアーは
フォンテーヌで影響力の大きい音楽そう主催側の私たちみ、はあ、話せば長くなるからやめておこう。先祖代々言い伝えられてきた話から話すことになるからな。ヨーヨー物語を聞くのは好き。うんうん、オイラたちも聞きたい。そうか、これは旅をしていた私の先祖がとある旅の最中に遭遇した出来事の話だ。何でもその音楽は彼そのような危機にあってもこの世のものとも思えぬようなふと我に返ると彼はいつの間にか岸へ戻っていること。先祖の無事を確認するや否や追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのにどう追いかけてもその結局彼は仕方なく女性の後ろ姿と遠くの山河にお辞儀をして感謝の故郷に戻ると、先祖は楽器の演奏を勉強し、その後物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった。そしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると、目に見えない天女が一緒にセッションしてくれると。ああ、この話は人々の想像の中で過去を遡ろうって発想でね、物語の原先祖が水に落ちた場所なんかとっくに探しようがないし、こんな創作は海から針を救い出すようなことだとも分かっている。だが外を転々として早く行くとせ、自分の足腰も昔ほど良くはなくなった。ヨーヨーはまだ半生っていうほど長く、オイラもハスの花パイの花の中心近くにある一番美味しいあんのところを取っておいたの。オイラの余生私のためにそう悲しまないでくれ。おお、やっ、ああこれもまたモンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた。そこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに、すると親切なモンド人がこれは風がリーユへ導いているんだと教えてくれてね。私はそのままその道を進んだというわけだ。これがチーンというやつか。本当なんだか宝徳館王帝君がお戻りになられ、いよいよ安心してくれ。それに騙されないために感謝の意を表すため、確かに結構なモラをかけて美酒をいくらかか、ああじゃあヨーヨーはネーネたちとおじちゃんを連れて、ヨーヨーの知り合いはそんなに多くないし、お役に立つ。もしおじちゃんが騙されたならみんなは権利を守ってくれる。もし風の情報が正しくて、しかしちょうど新しく取った薬草と植物を、お、そういえばオイラたちもずいぶんカオに、ああほんと、みんなついてきて。ヨーヨーが、あ、オイラの仕事がまた一つ減った。Anyways, back to gameplay now. Time to defeat a whole bunch of treasure hoarders. 相手を間違えた。この剣はどうなるかい？天へと舞い、せい。へい！風がことす。ふっと、ふっ、ふっ、は、は、や、ふっ。Early on in the game, I remember struggling to get these.insignias because I barely had any for sorry barely had any for the characters that needed it. Now I don't need it anymore, but I so now I just have abundance of it. Just thought that was like worth mentioning.I think I told this in like the last video
that I have yet to edit about the whole long cutscenes and while I'm talking. I apologize for not saying much. I still do want you, the viewer, to know what's going on to a degree, so that's why I, you know, let the cutscenes play. Though they make the videos way longer. リー・ユエコ、前回私が来た時とは違う。まるで同じ旋律でも繰り返し演奏していくうちにより色鮮やかになり変化に満ちていくような。まあ年に一度の回答祭だからな。確かにより壮大になった感じがするよな。今はリーユエコーが一番綺麗な時期だって言っても過言じゃないぜ。ああ行こうか。もっと目で楽しみたい、もっと近づきたいってうずうずしてるよ。この町の眺めは本当に美しい。人々の笑みにあふれた表情を見ると私まで感化されてしまうよ。ああ音楽が浮かんでくる。少し指揮棒を振りたくなったな。気に入ってくれてよかった。あ、みんな、こんなとこで会うなんて奇遇だな。深淵ネーネ、こんにちは。旅人にパイモン、それにドボルザークおじさん。前回リーウェコーへ来てイリデッセンスツアーの宣伝をした時、相手をしてくれる人はあまりいなかったんだ。こっちはイリデッセンスツアーに参加しようと思ってずっとついて走り回ってたのに連続。深淵さん、すまなかったね。どの回もついてなさすぎて。そうだったのか。だったら仕方ねえよな。そういえばこの時期にリーウェコーへ来たってことはまさか怪盗音楽祭。いや今回はちょっとは怪盗音楽祭は、そう、音楽の祭典を開催するにはそもそも相当な人手と金がいるものなんだ。その上私はリーウェの責任者と接し、え、オイラたちが今から探しに行こうとしてるリー、うん、国政ネーネも強行ね。え、へえ、これはいい機会じゃないか。結局成功しなかったとしても言えば望みは増えるわけだし。そうだぜ、旅人もこう言ってるんだから。おじさんもたった出演者の件ならあたいが、あたいの友達ウンキンはリーウェの名役者だ。深淵はどうなんだよ。今回このイリデッセンスツアー怪盗音楽祭がうまくいったら、うわす、おじさん、あんた、試してみようと。だが深淵さん、オープニングを飾るのはそう簡単じゃない。私はか望むところだぜ。あ、だったらあたいも街でブラブラしてるわけにはいかねえな。ヨーヨー、あんたの姉弟子に会ったらよろしく伝えておいてくれよな。うん、ヨーヨー覚えとくよ。深淵ネーネもしっかり頑張れよ。 OK, I'm somewhat rushing through the text right now. さっきから気になってたんだけど、ヨーヨーの姉弟子ってまさかオイラたちの知り合いじゃないよな。知ってるはずだよ、シャンリン・シージェのこと。前シージェからあなたたちのことを聞いたもん。シャンリン・シージェって料理のことしか頭にないでしょ。いつも怪我をしちゃったりすると傷口が自分で治るのを待つの。だから身近に世話してあげる人が必要なの。あなたたちもきっとシージェのことで結構苦労したんじゃない。ヨーヨーから感謝するね。パランピン、イエーイ。
ごめん、師匠と会い…ほれほれ、そう急がずともおばあやは行ったりせんよ、ほんと。ようよ、もう何日も師匠に会ってないから、早く会いたかったんだもん。よしよし、ようよは一番口がうまいの。おや、あなたたちじゃったか。ティンバーや、半分当たりだぞ。オイラたち、このドボルザークおじさんを助けるために。こんにちは、私はフォンテーヌから来た音楽家で。師匠、師匠、イリデッセンスツアーってとってもすごい音楽祭だよ。はっはっ、バーヤもまだ知らないことがあるの。音楽祭か、良い響きじゃ。気になるぞ。大先輩だし、なんといってもリーヨへのいろんな伝統文化に詳しいからな。つまりそのティンバーヤは働き…そんなことあるはずないじゃろう。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化時代は変わっていくものじゃ。今の若者たちが愛する音楽もバーヤのむしろとても楽し…おお、私の祖母以外に今まで見た老婦人の中であなたは最もか…みんな揃いも揃って本当に言葉が甘い。師匠、今日はご機嫌だから冗談まで言ってくれるんだね。ほれほれ、まだやることがあるんじゃろ。早く自分…ティンバーヤ、ありがとな。Hello, Ganyu. Oh, it's suddenly day now. 総務士に回答祭のことを伝える際、お祭りが近いからといって怠けた心を持たないよう。わかりました、カウン様。で、タウデーデー。ヨーヨー、どうしてここに？タウデーデーが前に欲しがってた薬草、ヨーヨーが全部取ってきたよ。あとね、あとね。この干した精神のヨーヨー、最近ネーネのお仕事が忙しいのは知って。この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹とぼんやりした姉ちゃんの会話み…コーン、ありがとうございます。でもパイモンさんの言う通りで、私は仕事以外だと確かに油断しがちです。改善しないとですね。世間話に気を取られてしまいました。あ、オイラが…なんだよ。確かにちょっと複雑なことだよな。もし…少々難しいですね。あ、回答祭は毎年の一大行事として素晴らしいものにするだけではなく、イリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名度が高く、もしこの催しに全てをかけると。そう、あなたの言う通りだ。わかります。ですから元の計画は通常通りに進めます。しかし新案にイリデッセンスツアーの公演を今回の回答祭の目玉、回答祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします。舞台は、そうですね、港口にしましょう。はい、私もそれがいいのではないかと。この案をなるべく早く完全なものにするためには、少しだけ要点を分析して、損得について詳しく話して、それから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことです。ドボルザークさん、リーウェイに来ていただける音楽家たちの人数…ええ、そちらで話しましょう。
仕事ぶりって、あいつ、ヨウチ師匠が言ってたの。人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。身の回りのことはヨウヨ、わあ、ヨウヨウ、オイラのことも世話してくれないか。オイラもうカバンが空っぽになっちゃった。I'm actually kind of getting hungry myself. I only managed to make myself coffee this morning, but not breakfast. Even if I do have a sticky note on my monitor saying, have breakfast. こちらでいかがでしょう。いや、かなりいいよ。もうわ、わかりました。では、いいところに来てくれましたね。恐縮です。今は一刻を争う状況ですので、すぐ。ヨーヨー、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんとお茶として入れるんだよ、タオネーネ。はい。じゃあヨーヨーもそろそろ帰るね。ちょっと、ネーネたちもおじちゃんも安心して。すべてを。ありがとう、ヨーヨー。また一緒にご飯。Stay put and wait for 2 hours. Oh, okay. I guess I should just stay put and wait for 2 hours.Okay, the current time is 16, so 18.旅人にパイモン、それにドボルザークさん、事の経緯はすべて分かったから、七星は関羽の案を通したわ。これからは。褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもん。それに私からしてみれば新しい。だからこういう貴重な提携の。本当にこのところを立て続けに何回も失敗して、もはや疲れて。それがまさかこんなに順調に進むな。うん、そろそろみんなを呼び戻す時だな。ハイレベルなステージがあるんだ。しっか、おおじさんもな。安心してくれ。これからのことは、I do hope things do come out smoothly for this guy. I don't know how to pronounce his name. 音楽家たるもの、音楽で語らないと。あれか。あ、ガン？どうしたの？そちらの件についても聞いていましたのに。気にしないでくれ。私は探したい人の顔すら知らないんだ。ガンさんも。私を気にかけてくださる必要はない。あの時聞き終わった瞬間にふと思いついたことがあって。例えばバボルザークさん、実は私は反戦の獣なんです。このから根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。仙人反戦、このリーウェという場所にある仙人の噂は全てを。本当だぞ。まあそんな簡単には会えないけどな。絶雲の間なんて見てる限りじゃ何にもないのに、全然自由に。はい、とにかくもし失われた音楽の位置ですが、もし最終的に。なるほど、現状は把握したわ。はい、私もそう考え。なかったわ。私とドボルザークさんは公演が順調に進められるように町のことを解決していく。手元にある仕事の量はどう？時間は割けそう？寝なければ2日ほどで終わると思います。待って、寝ないのはたとえ君の体に先住の血が流れているとしても、連続で働き続ければお。うわ、国戦し別れて3日なれば、すなわちさら。ふん、休むことも大事だってことくらい私だって分かってるわ。では3日であればいかがです。いいわ、
あなたの都合に合わせます。もしお時間があるのでしたら、あなたは千人の方々との付き合いも広いですし、リーユへの民からも人望が。よかった。おじさん、オイラたちから。本当に千人でも子孫でもオイラたちが見つけてやるよ。きっとみんな楽しくなるぜ。これこそがお祭りだよな。あなたたちの言う通りだ。話はここまでにしましょう。ロボルザークさん、I see. I want the viewer to、read the text, but I'm rushing through it. I'm so sorry. Well, the pause button exists, so at least you got that. Oh, Oira たちも連れてってくれ。そういえば、みんなは音楽をどう見て、どう理解してる？え、音楽は。いい感じの響きがするもの？ぶっちゃけて言えば、私はずっと人々にとっての音楽とは何かを探してるんだ。公演が終わったら、またみんなの答えを聞かせてほしい。ユーヘン様、百聞、何かあったの？行幸様の指示により、怪盗祭の前に不安定要素を排除する雲来の海より妙な旋律が聞こえてくるとのことで。でも緊急事態ですから、こうしているうちに。分かったわ。じゃあ私。そうだぞ、国政も忙しいだろ。ここはオイラたちに任せろ。どんな突発旅人さんがいてくださるなら、お二人にはご迷惑をおかけします。行幸様には。うん、行幸。じゃあ君に任せるわ。二人とも。 All right. Let's go on to this location. Man, I'm gonna be real, Liyue.Gives me some kind of sense of nostalgia, because when I first started playing, I did a lot of, you know, hanging out and exploring in Liyue. Yeah. 百聞が言ってた場所って旋律なんて聞こえ。こんな場所に来る暇人は誰かと思えば、君たちだったのね。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでも。おその。あら、君たちもこの件で来てたのね。ついてきなさい。この家の周辺は。 Now I would pull for Yaelin, but I already have child, so ついてこいなんて言ってない。 I don't see the point. でもドアの横にある他の荷物は。この家の中。Oh yeah. Now, I'm gonna pause the、current、stuff I'm doing right now. Alright, so, Alhaesum. I believe I've stated before in the last video that I won't be pulling for him.Considering the massive nerf he went through when the leaks were happening. I already have Xiao, so I don't see any point to pull for him. And Yao Yao, I could just get her from the free character thing for the Lantern Rite event. So I have no reason to pull for any of these characters.Which means I'm just gonna save my Primo Gems for the next phase with Hu Tao and Yaelin. Now, I already stated before, I have no reason to pull for Yaelin. I already have a good Hydro character that I've built, and I don't want another reason to
do artifact farming for another character. I still gotta redo the artifact farming for Child, so there's that. And I need his, you know, better bow. Because Rust is what I have currently right now. Refinement rank 5. So, what does that leave? Hu Tao. I do not have Hu Tao. And I don't have any 5-star pyro characters. Look, no 5-stars. I have the other ones, but no 5-stars. So I'm gonna try to pull for Hu Tao. イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して。I absolutely dig her rings, though. I wish I had them. I could probably buy a line. Actually, no. I know I could buy a line. 世間話はよそ。話すこともないのに。ドアや窓を調べてみたけど。変だな。悪いやつに根こそぎ持っていかれ、もし家の主人がいない間にこっそり忍び、そんなに細かく調べたんだから、ここで何が起こったのかは、すいえらん、何か証拠、私は君たちと同じ側に立つ人間よ。わかった、負け、君は、君も負けを認める？ええ、確かに思いつき、正直なところ、私もたまたま関連する知識を持って、ずっと昔リーユへの郊外には山賊たちがいた。彼らは村を襲う前に、あの怪しい音楽は決して雰囲気を盛り上げるためのものではなかったわ。あれは弱者に、村人たちは命を守るため、そんな夜はすぐに家から逃げ出し、財産、その後山賊たちはもちろん捕まったわ。ただ昔のあの旋律を耳にした途端、無意識のうち、今私たちの目の前にある光景を作り出した犯人もまさにこの点を、そうだったの。私たちの被害者は肝がちょっと小さかったけど、そうすると大事なのはどうやってこの模倣犯を見つけ出すかってこと。普段ならきっといい方法なんでしょうけど、周りを見てみればわかるけど、この犯人は旋律、土壌に足跡が残らないようにわざと土の道を避けている。それに操作にな、でも残念だけど、私は追跡の専門家よ。この程度の手口なんてことないわ。Oh yeah, a little fun fact. You know, the coat Yelena is wearing, well, not really wearing, but having hang off of her, that was originally for the Cryo Archon. She stole it. She's banned from Shiznaya now. なんか、オイラたち。イランについていけば良さそうだ。ええ、しっかりついてきてちょうだい。安全を追求するなら、きっと草木の生い茂った道を選んだはずよ。ほら、ここを見なさい。とても浅いわずかな痕跡だけど、すごく不自然よ。これは植物の上で重いものを引きずった跡だわ。どうやら方向は間違ってなさそうね。 I don't see anything.犯人の進む速度が速くなっている。一般的に言えば、重いものを持ち歩くときって、時間が経つほど体力の消耗が大きくなるものよ。なのにこういう異常を見せたってことは、きっと心理的な要因があったんだと思うわ。例えば、もうすぐ拠点に着くとかね。I wish I had that coat. I'm not gonna lie, it's a really cool coat. It's a really cool coat.
Before we do that, I have not noticed this before in the past. Oh, yeah. さ、自白すれば多めに見てあげる。バカなこと。お前らが怖いもんか。なら、もうす。痛がっちゃいない。いや、チャンスだ。かかれ。こんなに手強い奴らだったのか。こうなってしまった以上。Easy。お許しを。あら、叫ぶのがちょっと遅かったわね。悪かった。俺が悪かった。本当に。自分で白状なさい。チャンスは一回しかないから、私に。はい。ほら、もう祭りじゃないですか。確かに俺は宝刀団のものだが。普段はそういった盗みとかスリとかは経験がなく。おい、今さら言いのが。いや、そんな。ええ。考えに考えて、最終的に小さい頃のことを思い出しました。山賊が、俺は記憶に残ってる戦術でやってみたんです。それは口まで届けてくれた肉を食べない道理はないだろ。間違ったことをしたのは分かってます。盗んだものも全部元通りに戻します。どうか寛大な処分、あるいは示談で済ませて牢屋で帰って。 はい、なかなかいい考えだわ。でもね、最初に自白を求めた時、一緒に来てもらうわよ。盗品を戻して私と一緒に被害者を見つけて君も被害者だったなら、あの怖い気持ちは一番理解しているはずよ。恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。大体その才能があった。おっしゃると。ここまでにするわ。後片付けはついでにやっておくから、ここで別れましょう。ええ。あれ、まだ。今のところあなたたちの情報源はわからないから、念のため帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査も逮捕ももともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても少し早いけど、回答さえよしくして、さようなら。ヴィランってテキパキしてるよな。じゃ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 ーん。そういえば結局あの宝刀団メンバーに例のメロディーを演奏してもらえなかったな。だろ、ドボルザークおじさんと何気なく普段オイラたちが耳にするメロディーは、まさか音楽がこんなことに利用されるなんて。おい、そうなのか。とにかく事件も解決し。Like, at first I was like wondering, alright, what's this whole side thing for? How's it related to the main thing? I guess it just comes down to music. Happy.それは良かったです。しばしお待ちください。二人とも久しぶりね。もう長い付き合いなんだし、陽子はまだ怪盗祭のことで急く。長い付き合いだからこそ、粗末な対お茶でもてなして少し休んでもらうくらいは。けれど。確かにあなたの言う通りね。た、公演が終わったらイリデッセンスツアー側を招待して今後の提携についても話し合わないと。それから
出資の割合も詳しく話して決めなければいけないわ。All right, I'm gonna pause what they're saying right now just to say I absolutely love the music in Liyue. It reminds me of when I first stepped here, when I like, you know, started to really get into the game. And, oh. Sorry about that, I needed to cough. But it reminds me, you know, when I really started to get into the game. And I kind of missed that, you know, exploring all this stuff for the first time. You know? 仕事って。もう。あなたたちはここに来るまでに、今年港口に確か、大きな水鳥の形をしてた。なるみ聖火神君。言い伝えでは、彼は心が広い仙人で、自由気ままに行動し、このきらめく灯彩の中、音楽が流れる水とともに、四方へと響き渡れば、天にいる彼らの魂は、この時代の旋律を気に入ってくれるかしら。If I remember right, I think Sea Gazer was mentioned during the whole rebuilding of the Jade Palace. I could be wrong. My memory doesn't like to be kind to me.気に入ってくれると思うぞ。だって陽光の話からすると仙人も英雄もみんなこカンウが伝説の仙女の子孫を探すのを手伝って途中で何か面白い出来事があれば私にも教えてちょうだい。They never fail with the graphics and designs. Oh, Chi-Chi! You got that. Yunjin, Beidou, and Yelin. Ooh, that's a lot of stuff to do. I'm a little overwhelmed right now, actually.You got the new area in Sumeru. We got all these quests for the lantern, right? I just don't know what to do first. But sadly, I'm gonna have to end the video for now. No, don't join me. I have social anxiety. Who are you? I can't read that.I legit can't read that, I'm sorry. But yeah, thank you all for watching. This is one of my longer videos. But I guess that's just how it's gonna be with Genshin. If I'm not, you know, just doing the daily commissions. Anyways, you guys all have a good day or night. And I'll catch you all later. Bye!